どうもーと、ピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、というわけで始まりましたね。よろしくお願いいたします。はい、スタチオのエトスパトスロゴス、ね、はい、よろしくお願いします。始まりました。今回はですね、前回もあったそうだったんですけども、はい、こちらマスクをね、はい、わざわざ作っていただいたということでね、はい、はい、こちらロゴの方がちょっとね、こう入ってるんですけども、うん、はい、エトスパトスロゴスとこう思いっきり大きく書いてあって、上の方に申し訳なさそうにピスタチオというのがちょっとね、ちゃんと書かれてますね。そうなんですよね。はい、ちなみにですけども、はい、本日からじゃないですか、このマスクが、はい、黒にしたことによってですね、はい、私を横から撮ったときにこの髪型とつながって真っ黒に映るという問題が出てるみたいです。はい、黒のマスクをつけているという感じで、はい、本日はどこへ来たんですか。今回はですね、うん、人生劇場パワードバイキコーナーさんという、はい、神保町にある店舗に、神保町でございます。なんとこのお店はですね、うん、こちら見ていただければ分かるようにですね、邪神ちゃんドロップキックというね、うん、アニメとコラボしているお店となっておりまして、こちらがですよ、本日勝利の女神になるべく邪神ちゃん、邪神ちゃんがいます。私ちょっと挨拶をしたいと思います。はい、お願いします。本日はよろしくお願いいたします。いいですね。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、はい、神頼みならぬ邪神ちゃん頼みということで、うん、まあ、神っていう感じ入ってますから、邪神ちゃんだから、はい、そんなおふざけも言っておりますけれどもそれどころじゃないですよ。それどころじゃない。ちなみにですけど、ポイントが、はい、ここまでで23ポイントで、そうです、あと16ポイントということで、16ポイント。こちらはですね、うん、ビッグで2ポイント、はい、バケで1ポイントになりまして、うん、2店舗で合計39ポイントを獲得できるかという、はい、だからもう分かりやすくビッグ8回パパパンと取っちゃいましょう。うん、そう、うん、だからもうそれはもっとやって、うん、僕は違います、リアル人生劇場ですか今日。あれれ、私のあれれ、リアル人生劇場、まあ、今確かに自腹でやってますから、そう、3回目見てるか見てない方は分かんないかもしれないですけど、うん、遡って見てもらいたいんですけど、うん、私は2万5000マイナスからスタートしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ここまでの流れは前回ともう全く一緒でございます。はい、全く同じ。そうです。なのでここで取り戻すかということで、ね、前回は府中店に骨をうずめるべく、うん、終わった後も閉店まで打ちましたんで、はい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 、今日は人生劇場さんと人生を共にしようかなと、うん、もう残ること確定で、もうそれは確定してます。なるほど、それは確定してるんですね。はい、なのでじゃあ多分今回のエンディングも私一人になるということで、そうですね、多分お願いいたします。すいません。なるほど、分かりました。はい、はい、ということで行きましょうかね。はい、それでは行ってきます。頑張ります。はい、というわけで店内に入ってきたんですけれどもね、はい、こちらの人生劇場の方はですね、うん、8月22日にオープンしたばかりということで、はい、まだ1ヶ月も経ってない新しい店舗なんですよ、うん、やっぱ店内綺麗ですよ。そうですね、できたばっかりということで、はい、あとここなんといってもやっぱね、うん、最近の店だなという感じなのが、うん、なんだろう、分園しておりまして、コーナーが別に分かれてまして、はいはいはい、こちらですね、はい、なのでこちらが、はい、加熱式タバコが吸えるエリアとなっておりまして、なるほど、こちらが禁煙エリア、はいはい、そして2階の方が白目専用エリアとなっております、ね、何それ何それ、はい、なのでここがジャグラーのコーナーになっておりますけども、はい、こちら禁煙のコーナーの方はゴーゴージャグラーとマイジャグラーの 2種類ということで、うん、マイジャグラーを打ちたい気持ちがすごいあるんですけども、はい、ここの、うん、ジャグラーのランプが見えないからやめてくれと言われました、はい、そういうことです。懇願したところ、うん、ちょっと勘弁してくださいと、ダメなので、はいはい、ゴーゴージャグラーで、そうです、そこでいや、こっち自腹だからということで、うん、やめてくださいの押し問答がありまして、うん、じゃあもうやめていただくことになったんですいませんと謝ってことで、いやいや、だから押し問答する必要ないのよ、だから、そんな喧嘩売るような真似しちゃダメなの。あ、ダメですか。そう言われた通りもういや殴り合いしたんですけど、してないじゃん、そんでなんでその自分を悪く、中二病みたいなやめてもらったんですか。ちょっと自分を悪くちょっと言う癖があるんで、スタッフ1人までは僕も2人目が出てきちゃって、嘘つけ嘘つけ、2人制のスタッフだから1人かけたら終わっちゃうのよ。そのくらいでした、うん、今回じゃあゴーゴージャグラーを2人で、はい、人生劇場で打っていきたいと思いますんで、はい、やってみましょう。やってみましょう。はい、はいはい、というわけでですね、ゴーゴージャグラーに座ったんですけれども、はい、うん、僕はですね、うん、一応今日今もう夕方前ぐらいから、2店目ということで、うん、
朝一ちょこっとだけここで出てるんで、なるほど、ね、とりあえず打ってみる価値はあるかなということでこの台を選ばせてもらいました。わかりました、はい、もう僕は全くの逆でございます、はい、正直もうそんな伊地知さんのもう横で見せつけてやろうかなと、もう無データと。小沢さんやりそうだからちょっと嫌なんだよね。そうなんでしょ、はい、そうです。この勢いのままババババババッといってやろうかなっていう感じでこの台にしました。わかりました、はい、じゃあちょっとトレーでいきたいと思います。行きましょう、行きましょう、はい、で恒例のせーのでレバーをオンしましょうか。はい、で3つ目のボタンを離すという。いきますよ、せーの、せーの。もうダメですねこれね、はい、まあまあまあ、どっちもどっちもこれ揃ってるんで、まあまあまあ、初めての店舗ですからね。そうですね、しかもどうなるか。神保町じゃないですか、はい、こちらの店舗は。神保町はやっぱゆかりが我々深いですから。そうね、うん、吉本の養成所、はい、NSC が神保町にありましてね。そうですね、 NSC の授業と授業の合間とかに、はい、まあ、ちょっと軽く時間空いたりしたら、はい、お世話になってましたね。ということはあれですね、お笑いの授業と授業の合間に、うん、お笑いを考えることもなく、うん、一発ギャグを考えるわけでもなく、なくパチンコに来てたということですね。そう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 。だからこのお笑い技術か。いやいやよく相方に選んだね、そんな人のことを。本来やっぱさ、うん、この1000円目2000円目なんてさ、うん、まあこのくらいで当たったらいいかなぐらいのノリでさ、うん、投入してるんだけどさ、はいはい、もう僕2000円目だけど実質2万7000円目だからさ、もうそろそろやばいよ。そうだね。ちなみにもう収支とか関係なく、はい、8回ビッグで罰ゲームは免れますので。それそこは最低限クリアしないと。そう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 。もう俺この番組なんかその佐々木さんが罰ゲームとかつけてますけど、うん、僕はもうはっきり言って気にしてないですから、もう、うん、そこの話をしてないから。だから自腹で負けるってことが一番の罰ゲームだから。そうそうそう、本当に。だからささっと8回ビッグは取っちゃいましょう。ただまた、しゃ、うわ、切った、やっぱ早いね君。さあ、早い、すごっ。84回ありがとうございます。さあここからいいな。イエス、うわこれはでかい。さあ伊地知さんの予想的中ということで、はい、さあささっと僕がもう小沢さんが出すんじゃないかと思ったのよ。はい、ありがとう。ちょっと弱気になってるよ、そんなこと言って。いやもうだいぶ弱、まだまだ、もうだいぶ弱気よ。ちなみにこの神保町という町ですけども、はい、神保町やっぱさっきも言ったけど NSC があるじゃない、はい、神保町での思い出とかは何かありますか？やるよ。だから本当にこれが多分放送する頃には、うん、キッチン二郎が閉店しちゃってる。ああ、そうね、なくなっちゃうからね、悲しいよ、悲しいよ本当に。だから人生劇場だけは本当にずっとなくならないでほしい。そうだね。だから伊地知さんは本当に今日の出来次第で通うよ。プライベートで通うからね。通うよ。私はこの調査してるだけだ今。この番組という名目で調査してるから。我々のね、出会いも神保町ですからね。もちろん NSC ですし。小田さん、ね、すいません。はい。NSC でちょっと話一回いいですか、小田さん。出会った。小田さんちょっとすいません、一回ご相談がちょっとありまして。はい、なんですか。何個かね、その持ってきたはずなんですけど、うん、朝なんかお札がない。ちょっと待ってくれよ。おろしてくる？おろしてきた。でもまあ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 。あ、じゃあ、借りるわ。借りる借りる。いやいやいや、だから態度が違うのよ。態度が違う。へじゃなくて、へじゃなくて。いくら使ったのここで？5000円です。5000円しかないなって分かった時点でなんでおろさないの？いやいや、おろしたらなんか。うん、大丈夫だっていうなんか気の緩みになるから。いやいやいや、俺やっぱ人生のより気を緩めるっていうのが一番俺違う、うん、大事故起こすと思ってるから。違うじゃん、小沢が貸してくれるっていう気の緩みからのそれじゃん絶対。いやまあまあ、だから一応ね、うん、ここに向かう道中で、うん、小沢今いくらあんのとは聞いたけど。いや聞かれたよ、怪しいなと思ったよ。3、4万ぐらいあるって感じだったから、うん、まあまあ大丈夫だろうと思ったけどね。いやいや、もう借りる気満々じゃん。何何何何何何じゃなくて、小沢さん何よ、一心同体じゃん。小沢さん
いや返してね、一心同体や、返してね、だしあの下ろしときなよ、もう小沢さん前回もあったからこの流れもういいじゃん、もうそれいい子なしじゃん、いい子ありだよ、ソーシャルディスタンスを回避して、そうだよ、もうソーシャルディスタンスを回避して今1万円が、うん、私のもとに、もうもうこれは私のものですから、すいません、ダメだよ1万円返しなさい、ちゃんと、ダメだよ、気が楽だ、これで気が楽だじゃないよ、人の金でスロット打つのが一番気が楽だ、違う、返せって、別に負けたら、うん、別に逃げないんだよ、いや、ダメよ、こんなこと言いたくないけど毎回負けるんだからさやめろよ出しなさいよ、それでもやっぱで、やっぱ5000円で出るって思いたいじゃん、まあね、藤井さん、ちなみに、はい、今日も1店舗目からあまり成績がよろしくないじゃないですか、まあね、なんかこの4店舗目この全体で、はい、人生劇場での、はい、ちょっと作戦とかはあるんですか、なんか作戦はだからもう最悪よ、うん、もう最悪うんともすんともやらなかったら店長脅すっていう俺分かったわ、あなたが勝てない理由何ですか、そこが悪いシンプルに、うん、絶対そんなことしないの知ってるから、出せ、もう相当ビビりだからね、そう、ちょっと初当たりからおとなしいですよ、小沢さんも、私初当たりもないまんま言ってるよ、ストレートでまた1万円入れてるよおかしいよ、トータル3万5千円入れてるよやめてよね、やめて、こういうお金を使うボケやらせないでよね、そう、本当にもういいから、もう十分面白いの伝わってるから、伝わってる、うん、芸人魂伝わった、うん、ありがとう、もう無理しないで、ほら、おい、来た、ほら、もうこういうこと、ほら、もうこういうことよ、ほら、もうこういうこと、ほら、もうこういうことよ、早くやりなよ、もう右から押しちゃう、なるほど、うん、ほぼ化けこの止まりはもう非常に危ない、もう意地でここに狙う、そうよ、そうよ、意地でここに狙う、うん、ほら、やばい、もうちょっと押すのやめる、一回一旦押すのやめる、ちょっと考えさせて、一旦ね、このまま行ったらあれだからね、お化けですから、ドゥン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 、そんな演出ないのよで止まっちゃったしタイミング悪い、シンプルに1枚もったいないかもしれないそりゃそうだよ、そりゃそうだよ、そりゃそうですよ、シンプルに1枚無駄しただけ、シンプル1枚無駄しここからですよ、ここから、ここから、ここから、うん、ポイントは25ポイント、ちょっとすいません、26ポイントですね、すいません、はい、このバケちょっと悔しいんで、バケクイズやっていいですか、ありがとうございます、やらせてもらっていいですか、バケクイズお願いします、はい、ちょっとさ、いや本当俺無理なんだけど、本当に本当肝試しとか俺無理、本当バケ怖いから肝試し無理、俺ちょっとお化け正解、いやもうほぼお化けじゃん、ほぼお化け、おがないだけでバケだから、もうほぼお化けなんだよ、バケクイズですけど、バケクイズだったけど、バケが何でしょうっていうクイズだったんですけど、うん、お化け、あ、うん、なるほど、わかりやすすぎるし、じゃあ次もうちょっと難しいの頼むわ、ちょっといきます、はい、すいません、うん、ジャグラー映したモノマネシリーズ出ました、一つ目回転時ジャグラー映しと、まあそりゃそうだよな、それでないか、まあまあそりゃそうだよな、閉店ギリギリでジャグラーを打つ人、はい、もうとにかく1回転でも多く、すいません、あと何分で閉店、ここ何時まで打てます、ここ何時まで打てます、わかりました、あ、すいません、カード作ります、カード作るんで延長させてください、ありがとうございました、いますよ、ありがとうございました、いますよ、やっぱ同じ10分間でも、あの昼ぐらいに打ってる時の10分と閉店間際の10分でも全然違うからね、違いますよ、
台って移動しても大丈夫ですか。お、小田さん移動しますか。はい、ちょっと僕も移動で新たな作戦で、はい、今までないですけど、はい、やっぱ今までこの1台の台にガッと行ってましたけど、はい、大移動します。お、サクサク動いていこうかなと、この人生劇場では。お、というわけでこちらの台に、隣の台に行ってください。はい、これ見物だよね。今ピスタチオの間が1台空いたってことなんで、うん、ここに誰か人が座ったらその人が白目向くのかなっていうオセロみたいに、オセロみたいに。はい、100回転回って追加投資になりました。はい、ありがとうございます。音沙汰なしということで、ありがとうございます。やらせていただいておりますけれども、ありがとうございます。はい、まだまだ。はい、来た、すごい大移動。さあ20回目、めっちゃすごい。大移動してすぐでございます。やば、やはりあれですか、伊地知さんはもう1台決めたらもうこれと。いや、非常に難しい今ほんと難しい。ちょっとものすごい葛藤してる今。今までにないぐらいちょっと慎重というか、今ちょっと葛藤してるよ。そうだね。だってもう3万8000入れてるわけだからあ、ちなみに先ほど、おれ、うわ来た、おれ、てんてんてん、でか、よ、おめでとうございます。ました、おめでとう。おれ、お、これやめてよ、これやめてよ。大丈夫よ、大丈夫よ、落ち着いて。おれ、えい、てっててれれて、素晴らしい。え、ポイントが30ポイントで。お、でもさ、前回もさ、うん、運よく僕が高設定みたいに掴めたわけだから、うん、引きが悪いのかな、俺のな。悪いのは伊地知さんなのよね。いや、わかんないよいや、さっきなんか今日お願いしますなんて店長いたけど、うん、だいぶ悪そうな顔したよだいぶ顔で判断するのやめて。なんかニヤニヤしたもん、なんか。いやいやいや、小田さん、はい、今俺変なこと言ったけどさ、うん、俺やっぱもうヤンキーだからそういうこと言っちゃうんだよね、やっぱ。え、ヤンキーだからそういうこと言っちゃうんだよ俺。あ、ダサい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 。え、ダサいダサい。俺やっぱバリバリじゃん、そう。俺やばい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 、もう中学生中学生やばいやばい、恥ずかしい恥ずかしい、本当に一番泣くんだからあなた全人類で一番累戦弱いんだからマジで相方が出てる舞台来て泣くんだからおれ、おら、来た、ガン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 。さあ、大切だよそこ。こっちは嫌よ、こっちはいいよ、こっちは嫌よ、こっちはいいよ。ほれ、くるくるくる、素晴らしい、うい、うい、素晴らしいです。ヒコナンの人生劇場で大当たり引いた、ヒコナンの人生劇場でビッグを引いた、嬉しい嬉しい人生劇場、ヒコナといえばやっぱり人生劇場やっぱ神保町って特にあのご飯屋さんとか多いじゃない。多いね。だちょっと休憩してランチって言ったらもう店が多いから。そう、たくさん。ただ店が多いけどね、うん、NSC 生はねほぼほぼ出禁だからね。そう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 、ほとんどの店舗で、うん、大声でネタ合わせするって言って、そう、それで大体の店出禁になってるから。そうってことは逆に言うと皆さんが利用するときには静かに食べれるっていうね。そうそうそう、うるせえやつがいないから。そう、 NSC 生で一番最低なんだから、うん、うるせえけど長居して金持ってねえんだから。そう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 、最低なんですよ、一番最悪よお笑い目指すやつが、うん、おすすめのお店とかあります？神保町、うん、神保町
あるかな、神保え嘘でしょ、ある、小沢さん、いや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 、辻田って言いたいの、そうですよそれはちょっとさ言って欲しかったな、辻田ちょっと歩くんですけど、まあお店から歩いて、はい光りました、はい辻田さんありがとう、はい、辻田さんさんさん、やっぱ300で行きました、そう、その辺で光っときゃいいのよ、そう、まだ俺もやっぱ伊地知さん戦法でこう、はい、おい、はい、ありがとう、安心するやつ、ありがとうございます、来ました、さあ、あと5ポイントということで、5ポイント取りたいな、うん、あと1時間ぐらいだから、なるほど、ハマったら、ハマったら、おら、おら、来た、おら、おら、来ました、シェイ、真ん中押しちゃおう、まだチャンスはある、あーい、あと4、あと4、やっぱ NSC 近いということで、はい、コンビ組んだこととか覚えてます？小沢さんとですか？そうですよ、ちょっと覚えてないです、なんでなんでなんで、やっぱ人ってなんでしょう、消したい思い出っていうのは消すのかな、消したい思い出なの、消したい思い出というか、なんかどうでもいい思い出は、うん、嘘つけよ、消すのかもしれない、嘘つけよ、昔の武勇伝だったらいっぱいあるんですけどね、おお、ないでしょしょうもないのしかないでしょ、あいいんだよもうそのしょうもないやつはまあコンビ組んだきっかけね、僕が完全に声かけさせていただきましたね、お出ましてくださいと、で最初ね3人組になりたかったんだけどね、トリオにね、そう、なかなかもう一人が見つからなかったから、そうそうそう、でまあ僕はピン芸人だったんですよね、そう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 、懐かしいですよね、だから懐かしいよ、実はコンビになる前にもう一人入れてトリオで M1 とか出ましたもん ね、やってたね、うん、何してんだろうね、思いっきり浜田そうよ、 M1 一緒に出た思いっきり浜田、思いっきり浜田っていうやつ一緒に出たのよ、うん、3人でね、うん、何してんだろうね今あいつらは、確かにね、うん、光った、おい、55回、おお、早い早い早い、これもこれ陣押しで、これバケです、小沢さん、あ、これはでもかもうしょうがないです、これは確率的には、まあ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 、伊地さんちょっと1個クレームなんですけど、はい、打つ前にはいバケですって冷めた感じで言うのやめてもらっていいですか、もう僕クラスの泣いて分かっちゃうんで次どっちかっていうのがちょっと、はい、やっぱ気分悪くなっちゃうからちなみに伊地さん今分かっちゃうから俺クラスになるとって言ったけど、はい、さっきの府中店で、はい、店員さんに、はい、俺はスロットのサラブレッドだって言ってたじゃないですか、はいはいはい、ちっちゃい頃からご両親はスロットで、はい、そうですね、だから俺はサラブレッドなんだって言ってたじゃない、はい、偉そうに、はい、それを聞いたうちのスタッフさんが、はい、あいつすげえ負けキャラなのになんであんな堂々と言えるんだろうって、うん、やっぱこんだけ負けてる人間が自分からサラブレッドっていうのはやっぱなかなかないから、はい、ほんとスタッフもバカ言ってるよねユニークだよ本当に、はい、ありがとう、すごっ、ありがとう、普通にすごいよ、さあ来ました、22回、小田さん、はい、これバケだったら逆に熱い、ほらバケだね、バケえ、伊地知さんってバカですか、なんで、はいバケって冷めた感じで言うのやめてって言った直後に、だからバケだったでしょ、だから本当にいやバケだったけど、はい、うん、はいバケっていうのを冷めた感じでやめて、いやいや分かっちゃうの、いやいやいや、だから皆さん負けキャラなんだから俺クラスのサラブレッドになると、いやだから負けキャラなんだから今日いくら負けてんの、えいくら負けてんの、3パチ、うん、そうだよね、そのうちの1万俺のだよね、えそのうちの1万俺のだよ、あ、ってことは2万8000だ、いや違う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 、返してちゃんと返してください、あと30分です、あと30分、はい、あと30分、でもこれ全然2人とも出ないまま30分俺あるから、ね、いやあるよあるよ、そうや、神保町グルメの話よ、
ほら、え、いいね、頼むよビッグ。もうこれで、でもさ、これでビッグ来たらさ、うん、39点いくじゃん、うん、でもさ、俺がこれ話せなかったらペカんないわけじゃん、うん、このまま30分言われたな言ったな逆に言ってみんじゃん、このまま、このまま早くやって、よし、ディクシディクシ、うーわディクシディクシ、うーわ、さあ、あと1、じらすね、じらすね、じらすね、白熱、じらすね、じらすよ、今一番面白いよこれ、あと、じらすよ、あと20分ぐらいですもんね。そうだよ伊地さん、俺ここでやめたら勝ってるんですけど、1ポイント残してやめていい？これに関してはね、うん、うん、いいよ、いいんか止めてくれよ俺がもう出すと思ってるから自分で止めろ。今何回転あんた？今ね、86。俺は今非常に考えてるよ。何を？もうこの1点とかは正直全く考えてない。え、残り1ポイントとかは正直ごめん全く考えてないはい、終わってから打つかどうか今非常に考えてる結構番組が盛り上がるとこなのよ。はいはいはい、ギリギリのとこでラスト1ポイント取れるのかどうか、はい、一応そのやってよ。いやだからその、うん、番組的にはさ、うん、あと何10分とか、うん、15分とか、うん、で終わるかもしれないけど、うん、俺は今日はその後5時間以上打つわけだから、ね、いやそれはもうプライベートな時間だから。そうかけてまだまだ全然あるわけだから、うん、ここで盛り上がったらやっぱ体力が持たないから。いやいやいや違うのよ、さっきもスタッフさんからなんか喋ってって来てるんだから。え、だから今さっきなんか喋ってっていうのが、うん、言われたから、うん、そのままうなずいて、うん、黙ってるからこっちは。ダメだよ温存いやだからそれが体力を温存してんのよ。ダメダメダメ、それは言われるよ、やっぱ負けキャラなのになって言われちゃうよ伊地さんやっぱそれもひどい言われようだよ小田さん、奥義、はい、奥義出していいですか？奥義お願いします。ベン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 、奥義カメラ隠し打ち。あら、マジで面白くない、モニター見てるけどマジで面白くない、やばい、みんな何も見えないんだもん。この最後の光が出るところ見たいだろう。やばい、俺は見せないぜ。全然面白くないし、スギちゃんさんみたいな。俺は映らないぜ。え、ワイルドだ。あ、スギちゃんさんだった。やっぱりダメでした、すいません。ダメでした。すいません、ダメでした。すいません、ダメでした。ごめんなさい。あー、200いっちゃった。すいません。何がやばいって、うん、俺もメダルなくなるから、これ追加投資したくないよ、俺。いや、正直俺もね、そうなのよ。もうそれが、それが一番やばいよ、何がやばいって。そうなの。どっちでもいいから当てたい。よっしゃ、来た！来た！来た！さあ、どっちか。モザさん、あ、お父さん、あ、来た、ドゥルーン、来た、一緒に寄せます、一緒に寄せます、一緒に寄せますか。はい、せーの、はい。でもモザモザ、俺の方が先に備えたから、俺が39達成。いやいやいや、俺が39達成。いや、どっちでもいいよ、もうそれは。俺が先に押したから。いやいやいや、子供みたいなこと言うのは意味ないビッグ。違う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 。というわけでですね、こちら人生劇場、うん、パワードバイキコーナさんの実践が終わったんですけれども、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、そしてですね、はい、この前の、うん、第3回のでね、うん、放送したですね、うん、あの府中店さんとの合計で、うん、あの得点の方が、はい、43ポイント。おめでとうございます。ありがとうございます。4回食べましたけども、39からクリアなんで、うん、そう、もうクリア時点でもクリアしていったという。クリアしてるんですよ。はい、でもまあまあギリギリの戦いだったよ、はい、今日は。危なかった、危なかった、マジで。ボーナス終わったと同時ぐらい終了でしたから、うん、そう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 、はい、でコンビ2人で同時にこう一緒にね、そうです、あの揃えてゴールですから、はい、はい、まあいい終わり方だったんじゃないですか今日は。そうですね、うん、このまま終わってスッと帰って、もう いい感じ、いい気持ちで寝れると。さて小田さん、はい、おふざけはやめてよ。どういうことですか？いやいや、え、この回終わったけど、うん、私のスロット人生まだまだ続くから、う
まあまあ人生はそれは長くなるけど、ね、いやいや今日よ、えこれまで半分だから、半分ここからあと5時間ここから5時間ご飯も食べずに行きたいと思いますんで、え、はい、また居残りですか、はい、しょうがないよ、なるほどね、三八ですから今日は、はい、なるほどなるほど、まあ居残るのはまあ勝手にしてもらっていいんですけど、はい、あの1万円返してもらえませんかね、あんた忘れてませんか、僕から僕何のことか分からない、いやいやいや無理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 、小田さん何を、また今度ね、ダメだよこの人、ま、返すからそれはさ、まあ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 、それはさ、まあ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 、いい子なし、いい子なしじゃん、まあ、絶対逃げられない関係だからねあなたは僕からは絶対にコンビですから、はい、そのためにも、はいはい、今から出しますんで、わかりましたわかりました、そうだからね、あの、うん、とりあえず今回は、はいはい、ピックに2ポイント、うん、バック1ポイントで、うん、したところで、うん、我々にはやっぱり及ばなかった、ありがとうございます、大丈夫です、はい、うん、39ポイント達成ということで、うん、はい、まずクリアしたんでね、はいはいはい、今回もですね、うん、チャンネル登録と高評価の方、はい、ぜひコメントの方お願いしたいんですけども、ね、うん、私はこれなんでこんなお願いしてるかというとですね、うん、この番組が終わるのか、うん、まあ、前にですね、私がせめて収支をプラマイゼロにしてからこの番組を終えてるなんとか僕がプラマイゼロになるまではなるほど、ね、この番組を続けさせなくてはいけないという、うんうん、そうだね、皆さんの使命がありますんで、そう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 、ぜひともお願いいたします。ちなみにこの合計で全部でいくら、そのマイナス聞きます、うん、聞いちゃう、6 6です、はい、6000、いい勝負してる、6000だったらね、いい勝負してると思いますよ、6万、万、はい、2日で、はい、2日で万、しかもあの前回居残りして、うん、取り戻しても今言ってますんで、はい、まあまあ高い中華食えるよリアルですからこれが、うん、皆さんどうかこのまんまね、うん、番組が続くようにもうマスクが変な形で、よろしくお願いします、興奮してぜひよろしくお願いします、お願いします、高評価とチャンネル登録、はい、そしてコメントお待ちしておりま す、はい、というわけでですね、はい、リアル芸人バラエティドキュメンタリー、はい、はい、エトスパトスロゴス、また見てね、またね、行こう、もう行こう、行こう、だ早いんだ早いんだよ、俺言ってたじゃん今、白目、待ってよちょっと、また次回お会いしましょう、ありがとうございました。